どうもすみません。デイリーハイクイーンカップ出走馬一頭ずつについて喋っていこうと思います。3歳牝馬の重賞で、今年、大花賞、オークス、秋歌賞でもしかしたら注目が必要になるんじゃないかっていうような素質馬が何頭か出走してますね。で、ここに出走してない3歳牝馬で注目馬っていうのは、去年2歳女王のラッキーライラック、 重賞を勝ったプリモシーン、アーモンドアイあたり、あとは調子を崩してるんですけれども、ラティロスあたりも調子を戻して足が溜まるようになればいいところが出る可能性もありますんで、結構この世代、そう熱いかなっていうふうに思いますね。楽しみなメンバーが揃ってまして、まあその、半身のマイルですね、コース適性だとか、レースの質によっては合う合わないっていうところは出てくるとは思うんですが、 東京のこのマイルっていうことに関してはラッキーライラックアーモンドアイプリモシーンあたりが出てきても何とかは好勝負できるんじゃないかなっていう馬たちが今回も出走してますねでこのメンバーでいうとアルーシャマウレアレッドベール,ルローズオハナこの辺が特に注目かなっていうところなんですが、まあ、他の馬たちも まあこの条件でこの時期ということに関しては逆転可能かなっていうところがありますんで結構混戦ではあるかなとは思うんですがただ僕の中では桜花賞、オークスを見据えて考えるとアルーシャ、マウレア、レッドベルローズ、オハナこの辺に構想してもらいたいなっていうところがありますんでまあある程度自力勝負になってくれればなっていうところがありますで東京コースの今の馬場に関しては 共同通信杯なんか見てても紛れの生じたようなところがありましたんで、まあ、今回も紛れが生じる可能性はあるんですけれどもただ3歳牝馬ということでまだパワーがつき切ってないところがありますんでその分先行馬に強い馬がいない限りは差し追い込みはある程度効くんじゃないかなっていうふうに見てます東京のマイル戦ということでまだパワーがつき切ってない馬たちということで そこそこには自力勝負になるんじゃないかなというふうに見てるんですがただ前走能力を出し切れなかったテトラドラクマこの辺が先行馬でマイペースで競馬できた場合強いんで、まあ、その場合だと先行馬が有利な展開になる可能性もありうるんですけれども基本的にはある程度自力勝負になるんじゃないかというようなそういったようなイメージで見ていこうかなというふうに思いますね。 それで展開を考えていくにあたってどの馬が逃げるかということなんですがこの馬が逃げそうっていう馬も見当たらないかなっていう感じでまだ客室や戦法が定まってない馬が多いかなっていう感じですねそういった中でまあ行ければっていうふうに考えてるんじゃないかなっていうようなジョッキー馬ですね陣営何頭かいますんでまあそれを挙げてみるとまあこれもよくわからないんですが つずみもん、つ前奏先行して、馬券に絡みましたんで、先行するスピードを生かす可能性はあるかなっていうところ。テトラドラクマ、前奏行為に控えて、ちぐはぐな競馬になりましたんで、今度は強気に花を切る可能性はあるかなっていうところ。あとは、ライレ・ローズ、マルターズ・ルーメンあたりは、ダッシュは早くないんですが、もしかしたら押して押してっていう可能性はあるかなっていうところ。お花、 もううゲート出ればっていうとこほ、まあ、他の馬たちに関してもスタート次第で行く可能性はあるかなっていうところなんですけれどもただ逃げてですね本質的に逃げが合いそうな馬っていうのは見当たらないかなっていう感じなんで、まあ、どちらかというとテトラドラクマとかその辺ですねもしかしたら先行していいところがあるかもしれないなっていうような馬たちは 二番手三番手とかに控えた方が足を溜めた方がいいところが出やすいかなっていうところがあって今回に限ってはレース展開的に逃げて楽な展開でいい競馬ができる可能性はあるんですが今後先を見据えて逃げ馬になっていくっていうようなそういったようなイメージの馬は見当たらないかなっていう感じはありますねですんで、まあ、うまくペースメイクもしくは縦長になったりだとか、まあ、昨日の 共同通信杯みたいな形で、まあ、柴田第一騎手が逃げがうまいんで、それで、柴田第一騎手が逃げて、後続に足を使わすような、そういったような縦長のレース展開に持ち込んで、外を回ったような馬や、後方から追い込むような馬が、全然競馬にならないようなレース展開を作れる。そういったことも、競馬には普通はあり、普通にありますんで、まあ、そういったような縦長のレース展開になって、先行馬がうまくペースメイクをした場合には、 内目の方で足を溜めた馬、うまく、ロスなく立ち回った馬たちが構想する、そういったようなレース展開になり得る可能性はあるかなとは思いますね。それでは、内の方から一頭ずついきます。ナラトゥリス。ナラトゥリスは下の条件で東京コースで追い込んで、そこそこいい足を使ってたんですけれども、ただここのメンバーに入ると、瞬発力だとか、 馬のスケールですねそういった素質で1万円を取りますんでどうかっていうところですね馬の形なんか見てても大物感はないですし、まあ、今後大きな成長は期待できないかなっていうところなんですがただ、この馬なりに足がたまればしぶとい素足がありますんでこういう追い込みタイプっていうのはどハマりした時には上位に食い込んでくる可能性もありますんで、まあ、そういった意味では無視はできないかなっていうところですね。 ただ、自力だけで差し切れるほどの切れる足はないんで、一取り、進路取り、展開がどハマりすればっていうところですね。フィニフティー、フィニフティーはディープインパクトサンクで、ディープインパクトサンクというと、瞬発力を期待するところはあるとは思うんですが、このま瞬発力タイプではなくて、スピードタイプだと思いますね。母型にゴールドティアラが入ってて、ゴールドティアラと似たような馬体の形もしてますし、 まあ、スピードを生かして立ち回りでっていうようなタイプになっていくんじゃないかなっていうふうには思いますねで新馬戦の内容なんか見てても京都の方でレースしたと思うんですが福永騎手が早めに動くようなスピードを生かすような立ち回りの前競馬をしたんですけれども空いたような競馬が合うんじゃないかなっていうふうに思いますねですから東京コースはですねそんなには向かないかなっていうふうに思うんですがただばらけるようなレース展開もしくは 強気の競馬をしてですねこの馬のスピードを生かすような競馬ができれば東京コースでもある程度、構想できる可能性はあるかなとは思いますただ、馬群の中から一瞬で抜けるようなそういったような瞬発力勝負に持ち込むような形になってしまった場合だといいところが出ない可能性がありますし他のメンバーですね瞬発力のある馬が何とかいますのでできればスピードを生かして立ち回りでっていうような競馬ができればっていうところだと思いますね。 穴人気してるんですけれども、ちょっとまだ人気すぎかなっていう感じがありますね。まあ、藤原秀明旧車団で、まあ、ある程度距離が持つように作ってこれる可能性がありますんで、もしかしたらオークスぐらいまで距離が持つ可能性もあるんですが、まあ、基本的には1006から2000ぐらいがベストになっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。アトム・アストレア。アトム・アストレアはダートで勝ち上がりまして、 決闘的には芝を走ってもおかしくはないんですけれども、まあ走り方だとか、馬の形なんか見てたら、ダート馬だなっていう感じですね。ここはメンバーも強いですし、ハトホール、ハトホールはちょっとここはメンバーが強いかなとは思うんですが、はまったとはいえ、フェアリーステークス、プリモシーンが勝ったフェアリーステークス、そこそこレベルの高いレースでしたんで、そういったレースで、 いい足を使って上位に食い込んできたということを考えると現状ではハマればいいところがありますしここでもハマってもおかしくはないかなっていうふうには思いますね馬体なんか見てても地味ではあるんですがただ無駄肉が少なくて筋肉の質もいいですし好調も維持しててレースに行っていいところがあるまですんで東京コースで勝ったこともありますし素足に素足勝負に徹してうまく 展開がハマってくれればっていうところはあるんじゃないかなっていうふうに思いますねあんまりバカにはできない馬だと思いますねソシアルクラブソシアルクラブはブエナビスタ3区でまあ、ブエナビスタ3区はなかなかいいのが出ないですねでキングカメハメハをつけてるんですがあまり相性は良くないんじゃないかなっていうふうに思いますしもっとシュッとしてバネのある血統ですねブエナビスタ自体が バネのある瞬発力のあるタイプの馬でしたんでなんかキングカメハメハをつけるとボテッと出てしまうところがありますんで無駄肉が多いような形になってしまうことが多いんでそういった意味でも例えば当選誉帽子ですねまあディープインパクトの決闘でサンデーサイレンスが入ってるんでサンデーサイレンスのクロスがどう出るかっていうところで濃すぎるかなっていうところはあるんですが当選誉帽子とかあの辺つけれれば 面白いいいかなっていう,ふうに思いますねちょっと配合相手を変えてみたら面白いところあるんじゃないかなっていうふうには思いますね。それでソシャルクラブについて戻るんですが上のお兄ちゃんよりかはボテッとはしてないかなとは思うんですがそれでも切れ味タイプとはいかないんでじりじりとしぶとい素足を生かせればっていう感じになっていくと思いますね。あんまり器用でではないですしスピード競馬にも そんなにはっていうところがありますし切れ味勝負は厳しいですしあまりメンバーが強くなると自力的にもどうかなっていう感じがありますんで、まあ、ちょっと厳しいところはあるんですがただ阪神ジュベナイルフィリーズの時はですね足先なんかが弱々しく見えたんですがそういった中でもそこそこの競馬してましたし今回追い切れ映像を見た感じだと前走以上の足先のバネを感じるようなそういったような 仕上がりが変わってきましたんで、まあ、そこに期待はできるかなっていうふうに思いますね。まあ、他の有力馬たちが能力を出し切った場合だと、ちょっと足らないとは思うんですが、他の馬たちが能力を出し切れるとは限らないので、その辺に期待できればっていう感じですね。ただ、将来性に関しても、池添学旧社ですね。池添学9社はですね、結構うまく小ぢんまりまとまってしまうイメージがあって、まだ現時点では、 トップレベルの厩舎っていう感じではないので、まあ、今後厩舎力がついていけばこの馬を作れる可能性はあるかなとは思うんですけれども、まあ、スケールの大きな馬に現状では成長さすことができるイメージがわかないかなっていうところはありますねテトラドラクマテトラドラクマは前走のフェアリースティックスはですねスタートが良くなかったんでそれで 好意に控えて足を溜めるような競馬になったんですが、まああの競馬でもそこそこの競馬はできるかなっていう感じで見てたんですが、後続の馬たちがですね、早めに仕掛けて外から一気に来たんですよね。その結果仕掛け遅れっていう形になって、この間のスピードだとか能力を活かせないような競馬になってしまったかなっていう感じですね。4コーナーの時点で時すでに遅しいっていうような、そういったような競馬になってしまったかなっていう感じですね。まあただ、 右回りだとあんまりいいイメージが湧かないような内容でもありまして今回東京コースに戻りますんでそこに期待したいかなっていうふうに思いますね東京コースで何度か走ってていい末足を繰り出してますし先行してマイペースでスピードと能力を活かせるような競馬ができればいいところが出る可能性もあると思いますねかなり強い競馬を東京でしてますんで今回はメンバーが違うんで同じような競馬ができるかはわからないんですが あんまり瞬発力タイプではないんですがそれでもいい瞬発力はそこそこありますんで、まあ、スピードとセンスとそこそこの素足っていうところそういった能力を生かせればっていうところだとは思うんですがただこの馬に関しても小日、救急車はですねだんだんと短距離仕様になっていくイメージがあって。 うまく距離を伸ばすような形で、ゆったりとスケールの大きな感じで成長させることができるイメージがわかないようなところがあるんですよね。ですから今後はもしかしたら距離が持たなくなったりだとか、メリハリの効いた足が使えなくなる可能性はあり得ると思いますね。でも現状ではそこまでボテットはしてないので、期待を持てる範疇かなと思います、ね、ただ他の馬たちも強いんで、まあ、東京で走ってた時みたいの走り… みたいな走りができるかどうか半信半疑なところがある分思い印は打てなかったかなっていうところですね。まあ、田辺奇襲が乗るっていうのは大きいのでそこに期待。あとは先行馬ペースに持ち込めたらっていうところはありますね。キャッチミーアップ。キャッチミーアップはハーツクライサンクでスラッとした感じで無駄肉も少ない。まあ、そういったような出来のいい感じで調子のいい感じで今まで来て 下の条件ではいい競馬してきたんですがただパンチが足らないかなっていう感じがあって、まあ、瞬発力が足りない分このメンバーではどうかっていうところがありますね、まあ、でもそこそこ能力はありますんでまだ現状だったらうまく立ち回れれば前目の方から立ち回ってしぶとさを生かせればいいところが出る可能性はあるかなとは思いますね、まあ、瞬発力勝負になったら厳しいとは思います ロフティフレーズロフフティフレーズはですねロードカナロア3区だと思うんですがこの馬はですね母系にディープインパクトが入っててやっぱりディープインパクトの良さが出てるかなっていうところがあって、まあ、ディープインパクトはブルドメ野菜や母父になっても瞬発力だとかそういったところでいいところが出ることはあるかなっていう感じですねでこの馬は新馬戦はですね中山で勝ったんですけれどもその時は後位から 成功法の競馬をしして押し切ったっていう、まあ、なかなかいい内容ではあったんですがただその時点ではですね、まあ、そこまでの大物感は感じなかった瞬発力が足りないかなっていう感じはあったんですが今回人たたきをしてかなりスッキリとしてきましたし馬が変わってきてると思いますですから素質に関してはここではトップレベルとはいかないんですが現状では 足を貯めて素足を生かすことができればそこそこ抵抗できる可能性があると思いますね。素質的にもですね、馬体全体の雰囲気悪くないですし、やっぱりディープインパクトが入っているっていうのは期待を持てますし、まああんまり馬鹿にはできない馬かなっていうふうに見てますね。アルーシャ、アルーシャもディープインパクトンクで、この馬はですね、ボケにタピットが入ってますね。タピットは、まあやっぱり、 ダートに限らず芝でもいい馬を出すのかなっていう感じがあって、まあ、骨格の力強さだとかそういったところは感じるかなというふうには思うんですがただ、まあ、ちょっと硬いイメージもあるというかその辺がどう出るかっていう感じですね、まあ、やっぱりディープインパクトの配合ですんで、まあ、筋肉の柔らかさだとか、まあ、今後成長次第でもうちょっと柔らかさが出てくれば この世代トップレベルの馬になれる可能性はあるかなとは思うんですがただ現状ではちょっと硬いかなっていうところがありますんで、まあ、トップレベルになれるかどうかは半信半疑かなっていう感じですねまあでも使ってきてですねだんだんと馬の形柔軟性だとかレースの内容にも柔軟性が出てきたかなっていう感じで前走中山で勝ち上がったんですが中山ではちょっとあんまり 合わないかなっていうイメージが出てきてというのはうまく立ち回って一瞬ですっと抜けるっていうようなそういったような競馬が合うタイプかというとそういうタイプではなくてどちらかというとじりじりとしぶとい素足を生かすっていうようなそういったようなタイプかなっていう感じがあって新馬戦の時に東京で走った時馬群の中で足をためて最後までいい足を使ってまして、まあ、ちょっと展開のあやというか、まあ、この馬がまだ若さを見せて反応が 悪かったんで勝ちきれなかったんですが内容としては東京コースが合う東京コースでそこそこ強い馬だなというイメージが湧きましたんで、まあ、使ってきて3戦目ということでまた合いそうな東京のマイル戦ということでさらにルメール騎手が乗るもっと言うと人気がないということですね全然人気がないということで、まあ、今回は穴馬としてはかなり面白いんじゃないかなというふうに見てますね。 まあ人気の差はだいぶあるんですが、人気の差ほどの能力の差はないですし、他の馬たちも強いんですけれども、鼓門だとかその辺より弱いことはまずないかなっていう感じで、鼓門がこれだけ人気してるっていうのは過剰人気ですんで、その辺と比べると全然今回は狙い目かなっていうふうに思いますね。 ただ、ダッシュがつかない時も目立ちますんで、ポジション取りが悪くなってちぐはぐな競馬になる可能性がありますし、あとは馬群の中から一瞬で抜け出す、そういったようなパンチということに関しては他の馬たちの方が上かなっていう感じがありますんで、いかにスムーズに競馬ができるかっていうところはあると思いますね。マウレア。マウレアについては阪神ジュベナイルフィリーズの時にも言ったんですが、ディープインパクトサンクの中でも、 ディープインパクトに似ててるかかななっていう感じで馬の形や走りなんかは似てますよ、ね、ただまあやっぱりディープインパクトほどびっくりするような足はないかなっていうところで、まあ、ちょっと気象面に関してもふわっとするようなところがあったりだとか、まあ、その気難しさに関しても良くない意味でもディープインパクトに似た部分は見られるかなとは思うんですがただ現状ではですね そんなななにはは欠点いいかなっていうとうころでディープインパクトは馬群の中から競馬をするっていうことが得意なタイプではなかったんですがこの馬に関しては馬群の中から抜け出すっていうようなそういったような器用な立ち回りもできるタイプの馬ですし大飛びな割には先方にバリエーションがあるかなっていう感じですね。でまあ素足ですね。 阪神ジュベナイルフィリーズみたいにある程度ポジションを取りに行くと、まあ、そこまでの切れる足はないかなっていう感じで、まあ、東京で勝った時に関しても、ロスなく立ち回って馬群の中から抜け出すっていうような競馬だった割には、そこまでの際だった足ではなかったということで、まあ、どこからでもある程度競馬ができるということで、ま、位置取り不問っていうところがある分、その分腹をくくれないところがあると思うんですよね。 もっと腹をくくって後方から直線一気っていうようなそういったような形で競馬していけばもうちょっと切れる足を使える可能性はあるんですけれども、まあ、この馬の競馬センスの良さが逆になんか素足のパンチということに関しては際立ったものが出ない方に向いてるかなっていうところはありますねで人気もしてるということでできればある程度中段あたりにはつけたいっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうところで まあそういった意味でも、まあその、掲示板以上に来る確率はかなり高いとは思うんですが、必ずしも勝ち切れる、もしくは連に絡むっていうふうに言い切れるだけの、それだけの抜けたものはないかなっていう感じですね。他の馬たちも強いんで、まあ、この馬も強いけれども、これだけ人気して一本かぶりに近いような時になかなか手が出ないかなっていう感じはありますね。まあ、でも普通に有力馬ですんで、この馬を本命にするのも全然いいと思いますし、 ューオイルジョッキーですんで、まあ、そういったプラスアルファも見込めるんで、まあ、普通に本命に値する馬ではあるかなっていうふうには思いますねライレ・ローズライレ・ローズはフェアリー・ステークスの時に人気がなかったんで先行できればっていう条件付きで狙ってみたんですが普段はダッシュがつく馬なんですがフェアリー・ステークスだけダッシュがつかなかったんですよねそれでポジションが悪くなって まあ、ちぐはぐな競馬になってしまったかなっていうふうに思いますね。まあ、ああいったふうにポジションが悪くなると、そこから抜け出すだけの瞬発力があるっていうタイプでもないので、まあ、基本的にはある程度スピードとセンスを生かして、球団よりも前から立ち回ってっていうような、そういったような競馬が合うかなっていう感じですね。まあ、でも、フェアリーステークス、そこそこの競馬をしてましたし、やっぱり能力はそこそこあるなっていうふうに思ってて、また狙ってみようかなっていうふうに思ってたんですが、 今回はちょっとメンバーが強いんですよね。ですからちょっと厳しいかなっていうふうに思います。でも、新馬戦でですね、渋った馬場だったとはいえ、お花と接戦してるんですよね。ライレローズが前目の方からスピードとセンスを活かして抜け出して、お花との叩き合いっていうような、そういったような競馬になったんですが、まあ、あのレースなんか見ててもこの前いいところありますし、引き続き仕上がりの方はいいんで、まあ、うまく、 ロスなく立ち回って、前目の方から競馬をできる強みを生かせればっていうところですね。まあ、でも、ディープブリランテサンクで、ディープブリランテはですね、まあ、ちょっと筋肉の質が硬くなりがちかなっていうところがあって、まあ、ディープインパクトサンクほどのスケールのでかい馬が出るイメージが湧かない決闘ではあるんで、まあ、ダート走ったりだとか、そういったような馬も出てくるかなっていうイメージで。 この馬なんかももしかしたらダートとか、北海道の方の養子ですね、力の入り馬場,場とか、そういったところでいいところが出る可能性もありますし、まあ、ちょっとここはメンバー強いんですが、まあ、どっかでまたいいところが出ればなっていうふうには思いますね。レッドベルローズ。レッドベルローズは前走、フェアリーステークス、重賞で3着したんですが、まあ、この馬なりにいい競馬はできたかなっていうふうに思うんですが、 勝ったプリモシーンは強いですし、あとは2着に来たスカーレットカラーもですね、まあ、そこまでの大物感はないんですが、しぶとさを生かすような強気の競馬をしていい競馬してましたんで、まあ、レースレベル的に結構高いレベルの中でレッドベルローズいい競馬をしてたかなっていう感じですんで、まあ、やっぱりこの馬の素質の変理は見えたかなっていう感じですね。新馬戦の時にですね、東京コースで ディ,エディアデラノビアの3区ですね。そこそこ強い馬に勝ってますし、まあ、中段あたりで素足を生かすような形で、まあ、際立った足を使ってましたんで、この馬はやっぱり素足のいい馬ですね。まあ、どちらかというと、阪神の外回りだとか、桜花賞の舞台ですね。あの辺の方がハマりやすいタイプかなっていうイメージはあるんですが、まあ、でも東京コースでも、新馬戦で走ってたように、 まあ,あの時の走りができれば、ここのメンバーでも上位争いができるかなっていうふうに思いますんで、まあ、この馬もバネのある素足のいいディープインパクト3区だなっていうイメージはありますね。鼓門。鼓門は前走重賞、新山記念で2着してて、今回ミルコ・ゼムーロ騎士が乗るということで人気してるとは思うんですが、人気すぎですね、過剰人気です。で、まだ3歳牝馬同士ということで、 まあ他の馬たちが能力を出し切れない形でそれでこの馬の先行力が生きてミルコ・デムロキシュの勝負強さが出ればもちろん構想してもおかしくはないんですがただ単純な能力比較素質の比較でいくとここでは1枚を取りますねまあそれは半年後1年後見てみれば分かることなんですけれどもでこの馬はですね前走新山記念に関しては 雨でババが渋りまして、そういった中で先行馬ペースになって、2番手からスムーズに競馬ができたということが大きかったですね。秋山騎士を乗ってまして、秋山騎士の好判断でいい競馬ができたかなというところで、まあ、後続の馬たちは伸びあぐねるようなレース展開の中で、アーモンドアイが力の違う素足で差し切ったとっいうような競馬ですので、まあ、基本的には前残りの競馬ではあったかなという感じですね。ですので、 まあ見た目の錯覚的にこの馬が強く見えるというようなレースでもありましたので、まあ、そういった意味でも今回東京コースに代わって、まあ、素足のた確かさそういったところが必要になってくるコースでもありますし馬体面だとか走りなんか見てもちょっと講師後ろ足に弱々しさを感じるというか、まあ、一瞬で足を使わそうとすると長く足を使えそうにないそういったような まだ完成度の低さも見られますんでまあそういった意味でもあんまり買いたくなるような馬ではないなっていうふうに思いますしこの人気では抑えに回すのも厳しいかなっていうことでギャンブルするなら決してもいいかなっていうふうに思いますねでも新査記念の時にも言ったんですがこのまあ地味なんですけれどもまあなんかいいところがある馬競馬に行っていいところがある馬ですし 新山記念の時の追い切りの動きなんかは良かったんで、まあ、出来がもうちょっと上昇して、力をつけてくれれば、小回りとかそういったところで競馬戦手が生きるようないい競馬をしてくる可能性はあると思いますね、まあ、それにしても、ここはやっぱりこの世代で上位を争うような素質馬たちがいますんで、普通に他の馬たちが能力を出し切った場合だと、力は足りないかなっていうふうに思いますね。 他の馬たちが自滅してくれることを待つような。そういったような競馬ができればっていうところですね。お花？お花は上のキロハナ、花離ムーンも走っててまあ、この血統いい血統だなっていうふうに感じたんですけれども。キロハナとお花はボバヒンバの違いがありますんで。でまあ、そういった違いはあるんですが。でもキロハナよりもお花の方がバランスはいいかな？っていうところがあって。 キロハナは早い段階で大物っていう風に騒がれてて連勝したんですがスラッとしてるまでだんだんと胴体が重くなってきて、まあ、それに対して足が支えきれなくなったかなっていうようなそういったようなバランスの甘さみたいなところがあったんですがお花に関しては頻馬ということもあるのか、まあ、その馬体全体のバランスがいいですねで足の筋肉もやっぱりこの血統らしく筋肉の質もいいですし 躍動感も感じますし雰囲気もいいですね、まあ、金子さんの馬で、まあ、いい馬を持ってるなっていう感じですねで前、まあ、中山で勝ったんですが、まあ、中山でのレースよりかは東京のレースの方が内容がいいかなっていう感じで、まあ、中山だとそのメンバー次第では器用さと一瞬の足っていうところで足りない部分が出る可能性はあるかなっていうところなんですが東京コースだと うまあ上手く足を溜めてジリジリと長く足を使えるしかも一瞬の足もそこそこいい足ありますので乗りやすいコースにはなるかなっていう感じで、まあ、センスのいい馬で欠点の少ない馬でもありますしここのメンバーでも劣らない馬かなっていうふうに思いますね、まあ、結構穴人気というか、まあ、3番人気4番人気ぐらいになりそうなんで穴馬っていう感じでもないんですが、まあ、そんなに人気もしてないということで 馬のポテンシャルに期待してこの馬から入るっていうのもありかなっていうふうには思いますね、まあ、ただ石橋周希衆はですね、まあ、真ん中ぐらいか真ん中より上かなっていうようなジョッキーではあるんですがさすがにトップレベルのジョッキーたちとは差がありますんでそういったギャンブル性の高さはありますね現状では乗りやすいまで足さえたまればお花は能力を出し切れる可能性は高いんですけれども、まあ、そういったギリギリの勝負になった時あとは ポジション取りだとか、回り方が良くなくて、ロスが大きくなった時にどう出るかっていうところがありますんで、まあそういった意味でも本命は打ち切れなかったかなっていうところなんですが、ただ現状の完成度だとか、コース適正だとか、まあそういったことですね、単純な馬の比較でいくと、現時点ではかなり高いレベルにいる馬かなっていうふうに思いますね。モデレイト。 モデレイトは瞬発力があるタイプでもないですしスピードもパワーも劣るところがありますし自己条件でもどうかなっていう感じの馬なんでここでは相手が強いなっていう感じがありますね、まあ、軽めのレースになってばらける展開で前目の方から立ち回れればっていう程度ですねで自己条件でも苦しくなる可能性がありますんでそういった時にはダート使ってみてもしダート走れれば自己条件で少しはいいところ出る可能性はあるかなとは思いますね マルターズルーメン・マル,ターズルーメンはですねモデレイトより人気がないんですけれども単勝100倍以上ですがそんなにはバカにはできない馬かなっていうふうに思いますね、まあ、ディープブ,ブリランテサンクにしては長く足が使えるタイプというかスピードとしぶとさがあるタイプの馬ですねちょっと追わせるタイプの馬なんで柴田義富騎手 だんだんと年齢的な衰えがあって、追うということに関しては衰えが目立つんで、まあこういうメンバーで動かしきれるかどうかは分からないんですが、うまく先行でもして、それでばらける展開の中でこのままのスピードとしぶとさを生かせれば、真ん中より上の着順、もしかしたら掲示板とかありうるかなっていうふうに思いますんで、まあそんなには馬鹿にはできない馬かなっていう感じですね。まあただ、ダッシュがつかないことも多い馬なんで、 スタートダッシュでポジションが悪くなったら全然っていう可能性が高いかなっていうのとやっぱり他の馬たちは強いんで、まあ、力関係的には厳しいレースにはなるかなっていうふうに思いますね。東京コースは合うとは思いますね。最後に僕の馬券の買い方についてなんですがまあそうですね手を伸ばせれば伸ばしたい馬は何頭かいるんですけれども まあそういう買い方をしてもっていうところがあって、まあ、やっぱりその軸を一頭に絞れないっていうような、そういったような混戦メンバーではありますんで、まあ、魅力のある馬たちが多いということで、僕はまずはアルーシャ、マウレア、レッドベルローズ、オハナ、ここボックスに近いような感じで、まあ、でも人気してる馬たちもいますんで、ボックスまではいけないかなっていう感じで、アルーシャ、 お花この2頭軸のフォーメーションに近い感じで厚めにマウレアレッドベルローズここ生まれんですねこの4頭で厚めに行くあとはワイドフォーメーションでここですね、まあ、この4頭アルーシャお花ワイドフォーメーションで厚くいくっていう感じで行こうかなっていうふうに思いますねで、まあ、他の馬たちについてはですね、まあ、人気のない馬たちもいますんで もし、生まれんで来た場合っていうこと、あとは、ワイドでもアルシャ、ある種はお花から行くと、着く可能性のある馬たちもいますんで、ほんの気持ち程度に100円程度でも、ロクティフレイズ、ライレ・ローズ、この辺の人気のない馬たちですね、この辺に関しては、生まれんでちょっと抑えておこうかなっていうふうに思いますね。フィニフティーもそんなには人気してないんで、まあ、100円ぐらい。 ワイドフォーメーションでアルーシャお花から買っておいてもいいかなっていうところでまあ基本的には、まあ、アルーシャマウリアレッドベルローズお花の中で回収率を上げれればっていう感じで、まあ、楽しみになんとか自力勝負になってくれっていうような感じで競馬を見ようかなっていうふうに思いますしまあちょっとちぐはぐな競馬が続いててまあその京都記念でいうと。 レイ・デオレにバルジュ騎士が乗ってうまく乗れなくてそれでまあレース前からちょっと不安視もあってまあなかなかレース前から憂鬱なレースも多くて共同通信範囲に関してもレース前からちょっと憂鬱な感じになっててまあステイフーリッシュ能力出しきれずに終わりましたしまあそういったようなレースが続いているんでここはなんとかいい競馬を見せてもらえればなっていうふうに思いますね期待したいと思います以上です吉本工業 ABCDEU という込みの 東野末広と申します。失礼します。